それでは高市大臣の記者会見を始めます。大臣よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。本日は宇宙政策担当の大臣として報告を申し上げます。本日宇宙資源法に基づいて、日本の民間事業者株式会社アイスペースによる月面の資源開発計画について許可いたしました。本事案は宇宙資源法に基づく第1号案件となります。宇宙資源法は許可された計画に沿って採取された宇宙資源について民間事業者が所有権を取得することを認めるなどによって、月面などにおける民間事業者の活動を促進するものでございます。で、今回許可された計画に沿って、アイスペースが、月面資源の所有権を、顧客である NASA に、移転をすれば民間事業者の月面での宇宙資源の商業取引として世界初の事例となります。民間事業者による商業的な宇宙開発の活性化に向けて画期的な第一歩となります。世界の宇宙開発が活発になっていく中、米国をはじめ関係国と連携し、この法律に基づいた民間事業者による資源利用の実績を積み上げるということによって国際社会をリードしてまいりたいと考えております。この詳細は宇宙開発戦略推進事務局までお問い合わせをお願いいたします。私からは以上です。おはようございます。楽しみです。おはようございます。先日の自民党の、イノベーション調査会でですね、有村春子議員が国家公務員人事制度の中に博士を明確に位置づけて評価する風土作りのきっかけにしようと、そういうことをすべきだというふうな提言もされましたけれども、大臣としての受け止めと今後の政策への反映について教えてください。とても良いご意見だと思います。我が国のイノベーションを、継続的に強化する、また社会の多様な課題解決を図っていくということのためには、公的部門も含めて社会のあらゆるセクターにおいて人文社会自然科学を問わず博士号を取得した高度人材の活用というのは不可欠だと考えております。で、国家公務員への博士人材の登用につきましては第6期科学技術イノベーション基本計画に今後の国家公務員における博士号取得者の専門的知識や研究経験を踏まえた待遇改善について検討を進め、早急に結論を得ると記されております。現在は各府省におきまして博士人材の実務それから処遇などの実態調査を行っているところでございます。この調査結果や有村議員のご提言も踏まえながら国家公務員制度における博士人材の採用の促進について内閣人事局など関係省庁と連携しながら検討してまいります。いずれにしましてもこの博士号を持っていらっしゃる方は適切に評価するという環境を整えるということによりまして、より多くの学生が博士課程に進学してまた社会で活躍されるということが重要だと考えております。読売新聞の花見です。宇宙資源法の関連でお伺いします。宇宙資源の所有権というのは日本も決めているかの国が国内法を整備するだけで国際ルールができていないかと思います。こうした取り組みを日本が率先することの意義についてお伺いできればと思います。はい、まずですね、この宇宙資源法の整備でございますが、世界で日本4番目ということでございます。で、今回この計画を公表することによって国際社会に対するこの透明性を確保することにもなると思っております。で、この宇宙資源法に基づく好事例をどんどん創出していくということによってこの宇宙資源の所有権に関する国際ルールの整備というものに貢献してまいりたいと思います。次の共同通信の長野です。週末から種子島で H3 ロケットのエンジン燃焼試験が始まったんですが、特に今開発と進捗が求められる局面だと思うんですけれども、
試験に伝えることがあります。はい、11月6日、日曜日、そして7日月曜日、JAXA が、実際の打ち上げと同様に、種子島の射場で H3 ロケットの実機を、用いてエンジンの燃焼試験を実施いたします。で、今回の試験は、年度内の打ち上げを目指していく上で非常に重要な、試験だと聞いておりますので、JAXAにおかれましてはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。特に次期機関ロケットであります H3 ロケットは我が国の宇宙活動の自立性の確保、それから国際競争力の強化のために極めて重要ですので、予定通り年度内に打ち上げられることを期待いたしております。科学工芸日本の伊藤です。よろしくお願いします。国のですね、科学技術関係予算というのが増える傾向にあると思うんですけれども、この方向性をですね、国民の皆様にですね、十分理解していただくことが前提になると思うんですけれども、その辺のところのお考えがもしあれば、今までで十分な、これから何か必要だということがあればですね、お話を聞かせていただければというふうに思います。はい、科学技術の進展によってですね、さまざま、便利になっていくこと、また快適になっていくこと、それからリスクが、最小化されていくこと、多くのメリットがあると思います。私もいろんなところで、講演をしたり、させていただいておりますけれども、そのような時にちょっと一例を挙げながら、このような、技術開発の成果、によって、一歩この、私たちが不安に思っていることが解消されますよ、このようなお話をさせていただいております。今後また科学技術政策に関してですね、予算、例えば補正予算ですとか、当初予算、こういうものが、できて、そして、その一つ一つの具体的な、内容が明らかになったときに、それを主にやはり公式サイトを使うことになると思うんですけれども、より分かりやすく、国民の皆様にお知らせできるようなことを、工夫していけたらなと思います。で、また私自身も積極的に発信をしたいと思っております。日本放送畑中と申しますが、中国で独自の宇宙ステーションの無理の完成を見たというようなことが伝わってきております。先ほど大臣の宇宙開発について競争が激しくなっているとおっしゃいましたけれども、自身の最長でも若干触れられているという認識しておりますが、今回これに関する受け止め並びに日本のスタンスや宇宙政策に関する影響がございましたので、中国がですね、天球のモジュール無点、これを打ち上げて、ドッキングに成功したと、いうことでございます。中国の、宇宙開発にかける情熱はすごいものが、あると思いますし、技術も目覚ましく進歩していると考えております。ただ、日本といたしましてはこの国際宇宙ステーション、などで培った技術ですとか経験を生かしながら、宇宙基本計画に基づいて、またアルテミス計画をはじめとする、国際協力、こういったことによって宇宙開発、利用というものを促進してまいります。それでは、本日のお話を終わりたいと思います。